ズム感が悪いなっていう人は大体これができないです。お前はもう早引けているということで、2本目の動画はトリッキーアクセントということで、前回の動画は頭で16分音のね頭をこう強調してやりましたけど、今回は664の組み合わせ、16分なんですけど、16分をまあ6つ4つという形でアクセントをつけていくトリッキーなアクセントになってます。つまり、こういうアクセントですね。コントロールがやっぱりできてないとこれがうまくはまらないので、ぜひ練習してみてください。こういう感じでね、やってみてください。そうだね、あとね、この動画だけじゃないんだけど、全ての動画に関係するんですけど、体で四分は絶対に取ってほしい。四分音符を体で感じつつ、右は右手、左手もそうですけど、リズム弾くリズムのアクセントは違う部分を、弾く、共存させるっていうことですね。ギタリストの場合はだいたい左足が多いと思うんですけど、右足に置いてることが多いと思うので、ギターをなんですけど、必ず左足だったり、体でも頭でもいいんですけど、リズムを取りながら、例えば今みたいなこのフレーズであれば、アクセント自体はですよね。なので四分音符じゃない、頭に当たらない部分も出てくるんですけど、これをこう取りながらね、こういったトレーニングをぜひしてほしいなと。基本的にはですね、フレーズ弾けても体でリズム取れてない、四分音符取れてないってなると、ハマりがすごく悪くてですね、やっぱりね、リズム感が悪いなっていう人は大体これができないです。これね、できない人はぜひ、これを機にやってみてはいかがでしょうか、というぐらいすごく大事な、ことでございます。あとはですね、僕も動画の中では体でリズム取ってないところもあると思うんですけど、基本的には、やればできます。はい、できるからこそ、馴染んでいるからこそ、ライブでは常に足を動かさなくてもリズムがはまるというように、普段のやっぱり練習ですかね、やっぱ考え方だと思うんですけど、音楽のリズムの、そこを結構考えてない方が多いというか、まずそこから、指は動くんだけどね、全くリズムにはまらないねっていう場合は、大体ここができてないです。この教則動画がいいなと思った人はぜひチャンネル登録お願いします。